ゾガワ with the finish、まあ、テクニックもあってスピード感あってでその上にパワーがあるので、まあ、すごいタイトな試合になることが目に浮かびます。今はそのチームとして前に前にっていう速い攻撃をオーストラリア代表はしていると思うんですけど、まずオーストラリアの選手はやっぱりフィジカル面で日本人よりも勝っていると思いますし、パワーだったり強さだったりスピードだったり、まあ、今オーストラリアに住んでいるのでオーストラリア代表のことも気になりますし、まあ、やっぱり日本人というところでやっぱ日本代表を応援したいというのが正直な気持ちです。特に日本代表の今の攻撃陣は、若くてエネルギッシュな選手がすごく多いので、注意した方がいいかなと思います。スピード感のある伊藤選手と何でもできる遠藤選手はオーストラリアにとっても脅威になると思います。日本代表 に僕ら日本人が求めていることはワールドカップ予選というのをマストで通過することなので、そういった意味では今は悪くはないのかなと思います。もしワールドカップに行けないようなことがあったらすごい日本全体が落ち込むと思いますし、そのサッカー人気っていうのが落ちちゃうんじゃないかなとは思います。いいチームだと思いますし、まあ、手強い相手なので難しい試合になると思いますけど、まあ日本が勝つと思います。